島応援サポーターの田辺です。これより激走いたします。テイクアウトに感謝。おいしいテイクアウトを紹介する番組、鹿児島応援ユナイテッド飯、始まります。鹿児島のお店とお店をつなぐこの番組は、 A のお店のテイクアウトメニューを紹介して、宅配したい B のお店に田上宅配員がお届け。テイクアウトをきっかけにお店の輪をつないでいきます。夏休みももう終わりですね。宿題も追い込みです。鹿児島市名山町にある林光華園林の離れ、創業70年以上の歴史ある老舗中華店。ザ・中国っていうような、ないその雰囲気で、今日はですね、あの肉食堂健二さんから、はい、テイクアウトとデリバリームービーをお持ちさせていただきました。ありがとうございます。食でみんなを笑顔にするぞ。おお。今回のテイクアウトは林光華園の一押し、愛の麻婆豆腐丼。味の決め手は、お、次のお店の方へこちらをお願いします。はい、お持ちしますんで。あ、ちゃんとご用意してあるじゃないですか。ありがとうございます。うわ、この色合い辛そうけど、僕辛いの大好きなんですよね。もう一口食べたら止まらないですね。ありがとうございます。この辛みの後に、はい、ほのかにこう甘みがあるんですよ。自家製の甜麺醤を使ってまして、香味野菜だったり果物だったり鶏のスープ、こちらを10時間ぐらい煮詰めて、旨味だったり甘みが結構出てるのかもしれないですね。麻婆豆腐といえばこの豆腐がゴロッと入ってるようなイメージが僕の中であったんですけど、お豆腐がすごくちっちゃくなってますよね。3代目が修行してた頃がもう崩して作ってる、新しい食感を楽しめるんじゃないかなとは思います。いや、美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。食に感謝。感謝。テレフォンテイクアウトのは、次お届けする店舗をご紹介いただけますか。次はペンギン酒店です。田上さんに代わります。あ、はい、こんにちは、田上です。こんにちは。愛の麻婆豆腐丼食べたくないですか。めちゃくちゃ食べたいですね。ですよね。これからお届けしてもいいかな。いいと思う。いや、ありがとうございます。じゃあ愛を届けていきます。よろしくお願いします。行ってきます。お願いします。次はペンギン酒店さん、テイクアウトに感謝。次回ペンギン酒店のテイクアウトメニューを応援、お楽しみに。